皆さんこんにちは。今回はアフリカ大陸のビクトリア湖東部に浮かぶ小さな島、ミギンゴ島についてお話しします。この島は世界で最も人口密度の高い島です。公式統計によると、わずか2000平方メートルの面積に100人以上が住んでいます。しかし人々の噂によると、実際にはもっと多く、およそ500人が住んでいると言われています。面白い動画を見逃さないために、ビデオを見た後にはベルのアイコンを押してチャンネル登録をしてください。では始めましょう。ビクトリア湖に浮かぶミギンゴ島は長い間無人島で、彼らの悪霊だけが住む島と考えられていました。ところが現在ではわずか2平方キロメートルの面積に130人以上が住んでいます。この島はビクトリア湖内のウガンダとケニアの国境線近くにありますが、どの国にも属していません。そうしたこともあってか、この島にはアフリカでは稀なほどに民主主義が成長し、ミギンゴ島の住民はわずか1週間で本土の人々の月給の約3倍の収入を得ています。アフリカ大陸最大の湖であるビクトリア湖は、周辺諸国ウガンダやケニアに魚資源を無尽蔵に供給してきました。しかし時間が経つにつれて、淡水魚の数は減少し始めました。そこで1960年代には魚を人為的に増やすことが決定され、ナイルパーチがビクトリア湖に放流されました。しかしナイルパーチは巨大で貪欲な魚です。すぐにビクトリア湖に住んでいた小型の魚たちは食い荒らされてしまいました。ともあれ、ナイルパーチは増えたので、地元の漁師がナイルパーチを捕まえて販売するようになりました。こうして漁にとても便利な場所にある小さな無人島ミギンゴ島が一躍この地域の人々の最大関心事となり、島をめぐる争いが起きるようになったのです。国家レベルで島をめぐる論争をしている間、1991年にケニアの2人の漁師、ドルジー・キベベさんとダルマス・テンボさんが島に向かいました。この無人島にはカレレという悪霊が住んでいるという言い伝えも、彼らを止めることはできませんでした。一稼ぎして富を得るためとはいえ、やはり伝説も気になるので、二人は大金を払って評判の良い呪術師を雇いました。安全にナイルパーチを取るために、呪術師は彼らの霊をミギンゴ島から追い出す儀式を行いました。こうして島への道は開かれました。テンボさんとキベベさんは島に移り住みました。当初は二人きりでしたが、やがてさらに60人が移り住んできました。タンザニア、ウガンダ、ケニアなどから次々と漁師たちが集まり、島の人口は急速に増加し、2009年には130人になりました。今日、公式に島はどこの国にも属していないため、テンボさんとキベベさんは、島は独立した共和国であると宣言しました。ミギンゴ島への移住が始まってすぐから、人々は大きな問題に直面しました。海賊です。島の建物は絶えず被害に遭い、盗難、白昼の強盗、暴力、絶え間ない脅迫などの問題に頭を悩ませるようになったのです。漁師たちがケニアとウガンダに助けを求めると、両国は快く対応しました。2004年、ウガンダの沿岸警備隊は海賊から島を守るために新たに警察署を設置しました。警備員が配置されたテントの上には、ウガンダの国旗が掲げられました。海賊からの保護と引き換えに、ケニアもウガンダも島の住民に税金の支払いを要求しました。もちろん人々は拒否しました。ケニアとウガンダの紛争を引き起こし、両国の沿岸警備隊が島の小屋を破壊し、漁網を切るなどの暴挙に出るようになりました。小競り合いが続き、その間に島の住民が殺されることもありました。こうしたこともあって、ミギンゴ島の中でもそこに住むウガンダ人とケニア人の間で武力対立が起き、6人が死亡しました。最後に2009年、島の状態を決定する委員会が招集され、ミギンゴ島の漁師たちはウガンダとケニア両国に税金を支払う義務を負うことが正式に決定されました。同年、有名な政治家ユリウス・ムトゥラガ氏が率いるケニア警察隊が島に到着し、島をケニアの領土と宣言しました。翌日、ウガンダ政府は60人の武装海兵隊員を島に派遣しました。これは後にアフリカにおける最小の戦争と呼ばれる出来事となりました。この時は大きな衝突にはなりませんでしたが、島が緊張状態にあることは今も変わりません。2、3ヶ月に1回程度、どちらかの国が再び軍を島に送ったとか、
国旗を掲げたとか、ミギンゴ島を自国の所有物として宣言したという報道がされています。現在では両国が島を支配している状態ですが、もちろんミギンゴ島の住民はこれを喜んではいません。漁師たちは利益の 25% を税金としてウガンダとケニアに支払うことになっていて、さらに 10% はミギンゴ島自治政府に納めねばなりません。ナイルパーチは相変わらず高値で売れるので、腕のいい漁師は週に300ドルから400ドルを稼いでいます。そして彼らは税金を払った残りのお金をミギンゴ島の中で使うことを好みます。幸いなことに島には十分な娯楽があるのです。移住が始まるまでのミギンゴ島はかなり緑豊かな島でした。現在残っているのは壊れそうなバラック小屋にもたれかかるように生えている2本の木のみです。人々は極めて狭い世界空間で生活していて、この島にはまともな住宅は一軒もありません。病院もないので、治療が必要になればウガンダやケニアに行かねばなりません。小屋はすべて波板や木材で作られていて、あるのはキッチンと寝室のみ、お風呂やトイレはありません。島の住民は周囲を取り囲む湖の水で体を洗ったり、トイレを済ませたりしています。島には電気がなく、テレビもインターネットもありません。これらは漁師たちにも女性たちにも必要がないようです。漁師たちは一日中を漁で過ごし、女性たちは魚をさばいて過ごしています。女性たちは釣れたナイルパーチを岸辺で下処理をし、ほとんどを売りに出します。残りはきれいに開いて洗い、あばら屋の間の狭い通路にかけた釣り糸や針金に吊るして乾かします。働き者ばかりのミギンゴ島ですが、人々は自由な時間を思いっきり楽しむこともよく知っています。サッカー場の半分もないようなこの小さな島にも実に様々な娯楽施設があります。ミギンゴ島には5軒のバー、数軒のホテル、薬局、美容院があります。島内の女性が働く売春宿は4軒もあります。バーや売春宿ではアルコールやソフトドラッグが提供されていますが、それは地元の人々に限られたサービスです。ミギンゴ島は観光客招致にはあまり積極的ではありません。観光客はしばしばここをエクスカーションとして訪れています。観光客用に建てられたホテルもありますが、それはすべて周囲の住宅と同じ土間に波板を立てかけたスタイルです。島内にあるまともな建物はウガンダ人が建てた警察署と小さな教会ぐらいです。ウガンダの警察官は秩序を守り、観光客を守っています。ちなみに島に2日以上滞在することはできません。これは現在では島の政務を司る名誉上院議員となったテンボさんとキベベさんが定めたルールです。テンボ上院議員とキベベ上院議員は島のすべての法律と規則を勝手に作るわけではありません。彼らは島の全住民から選出された5人の男性上院議員と共同で協議します。この7人からなるミギンゴの G7 が協議した後、最終決定は一般投票で行われます。世界一人口密度の高い島の法律は厳格ですが公正です。上院議員は裁判を行い、有罪者を罰する権利を留保します。窃盗犯は特に厳しく扱われます。ミギンゴの長老によると、1991年以降窃盗事件は6件しか起こっていないそうです。些細な窃盗の場合、犯人は藁の鞭で撃たれます。大規模な盗難や再犯の場合には、犯罪者はミギンゴ島から永久追放となります。この罰は多くの人、特に高収入を得ている漁師が何よりも恐れることです。ですから稀に酔っ払って亀を外してしまうことを除くと、島内に犯罪はほとんどありません。さらにミギンゴ島は問題や対立を起こす可能性のある人物は受け入れません。現在つても紹介もなしでは新規に島に定住することはできませんし、新しい家を建てることも禁じられています。現在新規の住民が流入してくることはありませんが、医療機関がないにもかかわらず子供たちは定期的に一定数、しかもそれなりに生まれてきます。このように世界一の人口密度という問題を抱えるミギンゴ島ですが、過密状態から脱出できる可能性があります。この島からわずか200メートルの場所にミギンゴ島の数倍の大きさの島、ウシンゴ島があります。しかし人々はこの島にあまり移りたがりません。一体なぜでしょうか？そうです、悪霊が住んでいるからです。以前ミギンゴ島に住んでいた彼らの霊はその後ウシンゴ島に移ったと考えられています。しかもウシンゴ島は彼らだけでなく、その前からトゥクという別の悪霊も住んでいたのです。
それでもウシンゴ島は完全な無人島ではありません。ウシンゴ島にはいくつかの建物があり、さまざまな国の研究者たちが住んでいます。彼らはビクトリア湖の動植物を研究すると同時にミギンゴ島に住む人々の観察もしています。しかし悪霊のカレレもトゥクも彼らは見たことも感じたこともないと言います。地元の人々によると、研究者たちは白人だからです。悪霊は白人を恐れているそうです。さて皆さん、今回はここまでです。いかがでしたか？悪霊が白人を恐れるというのは本当でしょうか？コメントにご意見やご感想をお書きください。もしこの動画が気に入ったら、いいねをしてお友達にシェアしてください。ではまたお会いしましょう。